ういろんなところに福袋探しに行って、もう中身が出ちゃってるんですよ。これが入ってますって書いちゃってるんです。僕それ見てもううんざりしてたんですよ。あー買う気失せるなと思って、で池袋の東急ハンズ一番8階のペットのフロア行ったら置いてありました。はい、ということでこちらですね、結構でかいんですけど、もうこれがね隅の方にドン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 4つぐらい積んであって、これ多分海外製品なんですよね。日本語でちょっと付け出されてるかなって感じですけど、なんかこれとかもね全部英語ですね。ここにちょっとなんかロゴっぽいもの書いてあるじゃないですか。これがそれぞれ違ったんですね。これですね福袋みたいな扱いで置いてありました。はい、ここ8500円から4250円、かなり値引きされてますね。本当に中身がどうなっているのかっていうのは分かりません。あえて調べたりもしておりません。これ5000円って相当安いと思うよ。なんか分かんないけど、よいしょ、はい、あーそういうことか、あなるほどね、まんまじゃん。これが入っておりました。皆さん何か分かりますでしょうか。段ボールで作られた何かですね。これ8500円ってやばくない？でこれちょっと調べたんですけど、キャットリスっていうのかな、なんかこういうカクカクしたやつがたくさんあって、これを組み合わせていろんなの作れますよってやつですね。これだこれだ、ここに書いてあります。ガシャってはめてこっちからはめるみたいな感じのやつですね。大量に買わないといけないってことだこれ。そんなお金ないでしょ、そんなお金ないでしょ。なんこれ、福袋としては面白かったと思います。アロン、気持ちいい？それつけて。気持ちいいね。うん、気持ちいいね。スリスリして。どうしたの？これ気持ちいい、これ。ここのとこ気持ちいい？よかったじゃん。結構気に入ってるみたいだ。チャチャさんより、だいぶ気に入ってますね、これ。まあ、チャチャさん、体大きいってのがあるんですけど、アロンさん、だいぶ気に入ってるご様子ですね。こんな初めてだよ。え、このおもちゃ適合率 100% じゃない？すっごい気に入っちゃってんだけど。あれ